Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a very strange man painted by Leonardo, a man who is supposed to be Saint Jerome, who died in 420 or Latin Christian priest, confessor, theologian and historian who also became a doctor of the church jerome is recognized as a saint by the roman catholic church and he is commemorated on september the 30th every year with a memorial. this is, however, just a story created by christians and, as a matter of fact, nobody knows who this man painted by leonardo was and where he was from. the main conclusion in this video is that 今日の物語は、ダ・ヴィンチの書いた一人の男性についてのものです。キリスト教会側は、聖ジェロームと説明しています。 420年の9月30日に亡くなった聖ジェロームです。現在の今もローマンカトリックは毎年9月30日に聖ジェロームを偉大なファーザーと呼び追悼しています。が本当に聖ジェロームでしょうか他の画家が描いた聖ジェロームと雰囲気は似ていますが、私はこの男性がダヴィンチ自身であると判断しました。 しかもこの男性は少なくとも人間ではありません。骨格も人間のそれとは違いますし、さらに決定的な証拠が見つかりました。それについてはこのビデオの中でもう少し後に説明しますが、その目がレプタリアンのそれそのものであることを私は発見しました。で、まずこの聖ジェロームなる人物ですが、称号をしてみるとダヴィンチ彼自身であることがわかります。 左がダヴィンチです。で、順に比較してみてください。部分的に称号していきますと、違いを探すことができません。称号が続きますが、ここが重要ですから、皆さん自身でどうか確認してください。というのも、このダヴィンチの絵は、大変よく知られた絵で、今までに何百人という研究者が研究してきた絵だからです。 さらに、この絵を見たことがある人となると、世界中で100万人を下らないのではないでしょうか。が、そうした人たちですら、この絵の中の人物の奇妙な目には気がつきませんでした。結論から先に言えば、以前に私が指摘しましたように、この男性の骨格は人間のそれではありません。ダヴィンチ自身が書き残したレプタリアンの 骨格図と一致します。が、決定的とは言えませんでした。見方によっては、そのようにも見える、というふうに、片付けられてきたようです。が、この男性は、レプタリアンでした。さらに、今までの私、林博史の説を総合しますと、この男性はダ、ダヴィンチ自身であり、1500年後のイエスということになります。 これからその証拠をお見せしますが、今画面では両者の称号を皆さんにご覧いただいています。左がダヴィンチの実像ですね。そして中央が、まあ、その男性の絵ということになります。まあ、レオナルドはこのようにですね、両者を全く同じ人物として描いています。 いるということです。両者を比べてみてください。特にこの耳の下のコブですね。これがダヴィンチの特徴です。そして大きな頬骨ですね、えー。大きな頬骨が伸びています。そして鼻の頭がね、やはりこう、ダヴィンチの特徴だと思います。鋭い目つき、三拍眼。そして細い眉毛ですね。これもダヴィンチの特徴です。そしてこの目を見ていただきたんですけども、三拍眼ですね。そして、 ま、こうして次々と一致していくわけです。で、目尻のこの、まあ、コブって言いますかね、ライン。それから、この吹き出物のようなね、あの、ものがあるわけです。まあ、こうしたところが、あの、特に目元のね、あの、コブって、こブっていうかね、イボのようなものに注意してください。で、今度は反対側の目で見てみますが、まあ、こちらの方はちょっと見にくいんですけども、やはりこう、細い眉毛。そして、まあ、鋭い目つきですね。 まあ違いがありませんね。あのー、もちろん見る方向、角度が違いますから、あ多少違って見えますけども、まあ、違いは探そうが難しいと。そして、突き出た顎ですね。そして、口、大きな口。そして、歯並びが大変悪いですね。ところどころにこの白い歯が見えてますけども、歯の数も人間の歯の数よりも多いと思われます。左の図はですね、えー、ミケランジェロ自身が描いたレプタリアンの群像の中の絵と一致します。なあち、ミケランジェロは、 ダヴィンチの正体をしていた。すなわち、これがダヴィンチ自身であるという、まあ、ミケランジョロ自身がですね、その証人ということになります。そしてこの鼻の中央は膨らんでますね。まあ、こうしたところがダヴィンチの特徴ですけども、要するに、この右の、まあ、男性はダヴィンチ自身だということです。そこをしっかりと確認してください。で、その上で話を続けます。で、この男性ですけども、いよいよその証拠をお見せしますが、えー この骨格を見ていただきたいんですね。で、この湾曲した骨格、そしてここに古文がある。これ、レプタリアン独特の古文ですね。で、あばら骨も、まあ、人間のそれとは違うと。それから特に、あの、喉仏の下からですね、向かって左側の腕に伸びている奇妙な剣ですね。そこに注意してください。この剣は人間にはないものですね。そして、この目なんですね、問題は。この目の中に、この男性がレプタリアンであるという証拠が出てきました。 この目を注意深く見てください。ここが今日のポイントということになります。目の中、目尻と、それから、その、目の上にですね、もう一,一枚こうあ、下まぶたがあるの分かりますかそしてその向こうに目が見えていますね。今この矢印で囲んだところが、その目の中の目ということになります。これがまあ今日のポイントですね。そしてこれが、 ま、この男性がレプタリアンだという証拠になるわけです。まあ、決定的な証拠ですね。まあ、そのようにも見えるという絵ではありませんね。皆さん自身で確認してください。もう一度見てみます。目の中に目がありますね。下がトカゲの目です。で、トカゲはですね、目の中にもう一,一枚、まあ、人間にはない膜といいますか。 あ、ありますね。目の中に目があるわけです。それが上の人間の中に表現されているということです。そしてその境目がですね、中意深くご覧くださいよ。ブツブツブツっとこう、点々になっているのわかりますか上の絵はそこまで正確に描いて、すなわちこれは絵ではなくて、写真から起こした、まあ、 CD、まあ、なんて言うんですかね。絵だ、枝ということですね。写真から作った絵だということです。このトカゲの絵をもう一度見てください。その目の中の目の膜の境目に点々が見えますね。そして左がレオナードであり、それと同じ人物が右の人物だということになります。そして右の人物の目の中にはもう一枚の目があるということになるわけですね。その目はトカゲの目と同じだということです。なあち、右のこの男性はですね、ただの老人ではなくて、 もちろん人間でもなくて、いわゆるレプタリアンだということになるわけです。そしてその顔は、レオナルド・ダ・ヴィンチの顔と一致するということです。もう一度確認してください。矢印で皆さんにお見せします。この目の中に目がありますね。これはあの、下まぶたではありませんよ。あの、向かって左側の付け根のところを見てくださいね。目尻に届いてませんね。そして今ちょっと絵にしてみましたけど、わかりやすくしてみましたけども、こうした目をしているということなんです。 そしてその目は、レプタリアン、すなわち、トカゲの目だということですよね。トカゲにはこうした膜があるわけです。で、それをダ、ダヴィンチは、表現した。すなわち、これはダ、ダヴィンチ自身であり、そして、1500年後のイエス自身だということになります。まあ、こうしてあのダ、ダヴィンチの像が作られるこれは元のリアルイメージですね。そして、このイメージと、今お見せしました、ジェローム、聖ジェロームと言われている老人と、 一致すると。そしてその顔から、このダヴィンチの虚像ですね。3D、2D モデリングたですかね。3D モデリング方式によって捏造されたダヴィンチの虚像ということになります。まあ、続くビデオの中では、目の中の目ということを説明します。レプタリアンはみんな共通して目の中に目を持っていました。という話です。どうかお楽しみください。And bye! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about the real image of Jesus himself, and I am sure you will see his real image at the end of this video. And moreover, very surprisingly, I have found that Lucasino Lady knew this fact I show you here in this video, and he painted several paintings which suggest that Leonard or Jesus himself ダ・ヴィンチは1500年後のイエスでしたでそのことをミケランジョルと並んでもう一人の画家ルカ・シノレティも知っていましたそしてルカ・シノレティはその事実を自分の描いた絵画の中に 証拠として残しました。つまり、シニョレイティの描いた絵の中には、得体の知れない老人が随所に現れます。人間とは違った骨格を持った頭の剥げた老人です。受胎告知の時も、イエスが幼児の時も、そしてイエスが処刑された後もです。どれも同じ老人です。なぜか、なぜか、なぜか、 私はまずここに着目しました。そしてその老人がダヴィンチの書いたジェローム、聖ジェロームですね、と同じであることを私は発見しました。つまり、ルカ・シニョレティの書いた老人とダヴィンチの書いた老人は同じだったのです。その老人とダヴィンチ自身の顔は一致します。そのこともこのビデオの中で説明しますが、それだけではありません。ミケランジョラは 私がレプタリアンの群像と呼んでいる絵の中で、ダヴィンチの顔を正確に模写しています。頭には花冠をかりを被っていますが、同時に自分の右足の皮膚をベローと剥いでいる点に注意してください。それもこの動画の中でお見せしますが、ミケランジェロはこういう形で、ダヴィンチは人間ではなかったということを示しました。 こうした事実を並べていくと、その向こうに巨大な謎が潜んでいるのがわかりますが、同時にそれがこの謎の答えということになります。ダヴィンチは1500年後のイエスだったのです。そしてそのイエスは4世紀前後に今度は聖ジェロームの姿でこの地球に現れます。カトリック教会ではドクター・オブチャー わる偉大な聖人と呼び、毎年その命日を追悼しています。三大聖人の中の一人です。ダヴィンチの書いた老人というのは、この聖ジェロームだったのです。そしてその顔は自分自身の顔でもありました。つまりこういう形で、ダヴィンチは聖ジェロームというのは、私自身,私自身だったんだよということを示したわけです。が一方、 ルカ・シニュレッティは同じ顔、同じ姿の老人をマリアの受胎告知、幼児のイエス、そして処刑後のイエスと共に書き込んでいます。つまりこうした事実をつなげていくと、ルカ・シニュレッティの書いた老人はイエス自身ということになります。つまり、ルカ・シニュレッティの書いた老人はイエス自身だったのです。理由はわかりませんが、 ルカ・シノレティはその事実を知っていたということになります。そして自分の描いた絵の中にそれを表現したというわけです。順にそれを説明していきますので、動画を注意深くご覧になってください。となると、どれがイエスの真の姿であり顔であるか、もう皆さんお分かりですね。それを今日はしっかりと皆さんに見ていただきたいと思います。で、画面は今、左が、まあ、 えー、聖、ジェロームですね。そして、ミンがダビンチの書いた聖ジェロームです。左の、えー、図はですね、聖ジェロームとは書いてありませんけども、シネルリティの解体です。この両者を比べてみますと、髭のあるなし、髪の毛のね、ややふさふさしているとかいないとかという部分は違いますけども、あとは同じですね。表現の仕方、コンセプト、そして骨格ですね。特にあの、首の下の骨の骨,骨格に注意してください。 そして、やはりこう、なんて言いますかね、えー、3D モデリングの、まあ、技法を使ったのか、あるいは時間差を置いてデータを取ったのかはしませんけども、ほんのわずかだけ動いているのがわかります。まあ、これ、ギリシャ彫刻ガンダーラ、他のね、まあ、モルモの、まあ、遺跡に残っている聖地な絵も同じ手法で描かれているのがわかります。まあ、ダヴィンチの絵は特にそうですけどもね。そして、まあ、この部分を皆さんでしっかりと確認してください。そして、左のシノレーティの描いた、まあ、あの、まあ、私はこれ、あの、えー これジェイコブの書いてあるんですけど、間違いですね。ジェロームです。間違えました。ごめんなさい。セージェロームです。右もセージェロームですね。そして比べてみてください。でセイ・ジェロームはど、右の,あのダビンチの書いたセージェロームはですね、下にライオンの影があの書いてありますからわかりますね。セージェロームはですね、ライオンの棘を抜いてあげて、まあ、ライオンを飼い鳴らしたという、まあ、有名な逸話があります。ですから、まあ、この右の、えー、男性はセージェロームと考えているわけす。そしてその骨格はですね、ダビンチ自身が残した解坊と比べてみるとですね、まあ 人間ではないということがわかります。首の付け根の下からですね、そして肩の端までざっと、あの、剣が伸びています。これはあの、えー、ダビンチの書いたモナリザもそうですね。そしてここの頸椎は13椎あります。えー、人間は7椎ですからね。それから肩甲骨の形も違いますね。で、左はダビンチの書いたスケッチ画ですけども、まあ、このスケッチ画と比べていただくとわかりますように、やはりこうなっていますか。この、こうした骨はですね、人間にもあります。剣にも、剣もありますが、しかし、まあ、得意な、 大きさ、太さになっているってことですね。そして大きなクオメができて首の付けるから肩の付けるまで、なだらかな、まあ。 異様な撫で方になででにっていいるととうことですね。同じスケッチ画の中の流れ、並びにですね、右のようなスケッチ画もあります。これはあの少し前にも紹介しましたが、この目に注目してください。左もよく見ますと、縦線一本だけの目ですけども、よくわかりません。しかし、右の目も、右の目の方はよくわかります。ここに注意してください。縦線一本ですね。左の方は、まあ、ちょっとこう、 眼球がどこにあるかわからないような絵になっています。で、この、まあ、この縦線一本の絵の、まあ、眼球の持ち主というのは、ミケランジョルが失礼なの礼拝堂に描いた、まあ、女,、まあ、女性あるので、人の中にもあります。右の、向かって右の、まあ、この人のですね、これはあの男性ですよね。あの、そしてこの頭はですね、まあ、人間離れしてす、ね、すなわち人間の髪の毛じゃありませんね。そしてこの、まあ、人の目を見てください。向かって左の目が縦線一本ですね。そして右の目が、ちょっとまあ、 ちょっと変わった目をしています。まあ、それ以上言いようがありませんが、そして反転していますと、同じように並んでいるのがわかります。なあち、まあダ、ダヴィンチもですね、ミケランジロも、こういう形で、ここに描かれて描かれている人は人間ではない。少なくとも人間ではないということを示したわけです。 まあ、これは余談ですけどもね。なあち、まあ、あのダ、ダヴィンチはですね、こういう形で、まあ、レプタリンを表現していたということになります。もう一度比べてみてください。右が、システーノの礼拝堂の天井画に描いた、ミケランジョロの絵です。まあ、システーノの天井画の絵はですね、みんなこのような絵ですから、また私はそれを説明しましたので、また別のビデオをご覧になってください。 そういうか、こういう形で、まあ、ミケランジョロは多分ですね、こういう形でダヴィンチをからかったんじゃないかと思います。まあダ、ダヴィンチはミケランジョロ相手にしてませんでしたけれどもね、ミケランジョロは常にダヴィンチに果かんなく、まあ、挑戦していったということになります。まあ、これがですね、ミケランジョロの書いたレプタリアンの群像と私が読んでいるものです。まあ、これは、あの、弟子がですね、スケッチし、まあ、て残したものだというふうに言われています。原画は残っていないと言われますけど、この中に一文字でイボット、そして下に7502と書いてあります。イボットというのは、まあ、 イタリアの反対側のね、あの、ボスニアの言葉で生命、生きるとかという意味です。あれは生きているという意味も訳せるんだそうですけども、7502に注意してください。これはダヴィンチが死んだ67歳、5月2日ってことになるわけですね。なあち、ダヴィンチはこの日に合わせて自分が死んだことにしたわけです。 67歳、5月2日ということになるわけですね。しかしも、その他の解釈の仕方もあるようですね。まあ、要するに、このイボット、すなわち、生命、すなわちダ、ダヴィンチはそうして自分の死の日を設定して、まあ、死んだことにしたというふうに考えられます。ダヴィンチは死ぬわけがありませんので、67歳の5月2日という数字に合うわけですね。ですから、5、2という数字をとって、あの、そういったことを表現したというふうに考えられます。 そしてこの右にいるのがダヴィンチ自身なんですね。頭に花の冠を被っています。レオナルド自身です。左はレオナルド、ダヴィンチですね。まあ、この顔はあのダ、ダヴィンチ自身の実像と思われます。その顔をもじって、右の中央のミケランジェロが花冠を被ったダヴィンチの顔を描いたということになります。皆さんが持ってらっしゃるダヴィンチのあの像は虚像です。作られた、まあ像ですね。 ま、巨像以上の、ま、巨像といいますか、作られた、コンコクテされた、熱装されたあ、ポートレートということになります。これがまあ、ま、ダヴィンチの実装ですね。そして、その顔と同じものを、ミケランジロが、ま、レプタリアンの群像の中の,まあの、ま、右下とならち、ま、あの、中世ではですね、重要人物を左下、あるいは右下に書く習わしになっていたようですね。そして、この金かぶりかぶせて、これが、このレプタリアンの群像の中の蝶であることを示したわけです。まあ、これが、あのダ、ダヴィンチの実装ということになります。そして、この顔と一致するわけですね。まあ まあそういうこともミケランジェロは知っていたということになりますね。そしてこの顔が1500年ものイエス・キリストということになるわけです。そしてまあ、あのダヴィンチもこの顔をですね、自分のまあ姿として描いていたということになります。逆に言いますとね、ダヴィンチの顔とまあこうした顔、あるいはその先ほどのね、ジェロームの顔と一致するということは自分自身がイエスであることを知っていた。そして同時にそのジェロームは私なんだよ、イエスは私なんだよということをダヴィンチは示したということになります。 で、今度は、レオナルド・ダヴィンチの話を少し回り道をします。で、今見ました、ね、左が、これが、レオナルド・ダヴィンチです。そして、右がですね、ダヴィンチが描いたと言われている、まあ、聖、ジェロームの顔ですね。そして、比較してみますと、全く同じなんですね。違いを探すことができません。傾きは違いますから、比較の仕方がやや難しいですけども、目の、あ右,右の下のこぶね、それから、出た方骨。これはあの、出た方骨はダヴィンチの特徴です。 それからここに、まあ、コブのようなものがあると。そして、あの、右の下に、あの耳の下にですね、コブがありますね。そして、シワ。そして、このシワのコンセプトですね。同じですね。で、顎がですね、割れて、突き出てますね。そして、ここにくぼみがあって、というふうに調べていきます。違いを探すことができません。小さな小鼻。そして、あの、鼻の中央がやや膨らんでますね。そして、大きな口。歯並びの悪い歯そして、歯の数が人間の数で多いように見えます。鼻の先が二つに割れている点も一致します。目の目尻のコブ、あ筋も注意してください。 そしてこの細い。この細い眉毛はダヴィンチの特徴です。ここにイボがありますが、そのイボも一致します。皆さんも中深ここですね。中深くご覧ください。ということを順に精査していきますと、今も言いましたように、違いを探すことはできません。なおち、この両者は同じ人物。なおち、左がダヴィンチ、右もダヴィンチということになるのです。これは林博士が発見しました。そしてこの両者は同じである。そして小さな耳、耳たぶのない小さな耳ですね。そういうところに注意してください。 ま、この耳、耳っていうかね、あの、ま、これは人間の耳と大変よく似て、まあ、人間というか私たちの耳とよく似てるんで、まあ、よくここまで正確に書けたもんだな、という,うに逆に驚きますけどもね、あの、やや傾きが違いますから穴の位置がずれています。 そして、まあ、このダヴィンチの書いた、まあダ、ダヴィンチですよね。そして、右のダヴィンチの書いた、あこの、まあ、聖ジェロームの顔は一致する。すなわち、セ・ジェロームはダヴィンチなんだよ。イコール、セ・ジェロームもイエス自身だったんだよ。ということを、ダヴィンチはこうして完成的に示したということになります。こうして繋がっていくわけですね。で、もう一度確認してください。 しつこい量ですけれども、ここが特に今日の重要とまたポイントです。耳の下のコブ。これがダヴィンチの特徴ですから、あちこちでダヴィンチのね、まあ、あの絵を描いたのを見たときには、あのこの耳の下のコブをちょっと手がかりになさるといいと思います。そして、眉毛の薄い、細い眉毛ですね。そしてさっき、前も言いましたね。この右の下の目には、まあ、瞬膜といって、レプタリアン独特の目の膜があの下にありますね。この眼球があって、その下に瞬膜といって、 あいわゆるサメとかね、え、昆虫、とか、ご、う、めんなさい、虫類、それから犬、トカゲなどにありますが、そこの目印の様子も同じですね。そしてここに小さなイボがあります。ここにも注意してください。イボの、イボまで正確に書き込んでやつ。すなのちこれは絵ではなくて、写真から起こした、まあ、絵ということになりますね。プリントアウトした絵ということになります。そして長い鼻中央が太って、あ膨らんでいます。向かって右の目は見にくいですけども、縦線一本のようにも見えますね。中深くご覧ください。 あの、左の目ね。足されて一本のようにも見えますが、それはまあ、はっきりしません。この絵でははっきりしません。そして、この顎のコンセプトですね。大きく前に突き出て。まあ、ということを今日ここでもう一度確認してください。ここが重要ですね。ということは、ダヴィンチ自身と聖ジェロームの顔は同じであるということになります。なあち、ダヴィンチはこういう形で、聖ジェロームというのは私のことだったんだよということを示しているわけですが、そのことを知っていた人はもう一人いたわけですね。それが、冒頭に挙げました。いわゆる、 ルカ・シノレディです。シノレディはですね、逆に今度はですね、まあ、イエスの、まあ、告知あ、マリアの受胎告知からイエスの幼児、幼児の辞令、イエス、そしてイエスの処刑無と、それぞれ、まあ、の絵の中にまだありますけどね、全部で、私が探した範囲では6枚ありましたけども、あの、老人、きっかいな老人の姿を描込んでいるわけです。まあ、こうしてこの、まあ、老人を描込んでですね、あの、イエス、 よりもですね、その老人の方が主体なんだよ、主役なんだよということを示したというふうに考えられるわけです。まあ、これがね、あの、死の例の書いた老,老人です。もう一個、ここの、えー、レプタリアンの群像を見てください。ここで皮を剥いでますね。ベロッと。これは服を脱いでるんじゃありませんよ。あの、皮を剥いでるところです。 そして、この、まあ、これ女性でね、これ、あの、石、石とあるってことが分かりました。まあ、それについてのビデオまた今度説明しますが、この女性になりますよね。女性はお尻の顔をペローッと抜いています。透明の、まあ、シースルーのズボンってことじゃありませんよ。そして右がダ、ダヴィンチです。足の顔をペローッと剥いでいますね。これはあの、靴下を履いているんじゃありませんよ。チューブかご覧ください。これは足の顔、ペローッと、神秘を抜いてるんですよ、ダヴィンチが。なあち、メケランジュラはこういう形で、ダヴィンチはレプタリアンであることを示したわけです。そして、この花冠をかぶった男性は、えー ダヴィンチ自身ということになります。そして同じ絵をですね、同じコンセプトを持った絵をルカシノレディが描いています。カ、えー、殻をベローっと抜いてますね。そしてこのお尻を見てください。薄い透明の膜を被っているように見えますね。これは膜ではなく、まあ膜は膜なんですけども、要するに皮膚だ、神秘だということです。その説明は、まああの、岩、えー、眼骨の成分の中でも説明しましたので、またご覧になってください。 ラファエルも同じような手法で、あの、まあ、あの、覚醒でこの神秘を書き込んでいます。で、検証していますが、もう一度これ見てください。えー、ルカシニロリックの書いた老人誌、そしてダベンチの書いた老人、セジェイコムですね。そして、まあ、これが、まあ、もう一度戻りますけども、えー これがシぬレイティですね。そしてその周りでは、レプタリアンたちが人間を大量に殺戮しています。最後の審判なんかじゃないですよ。こういう形で、シニュレディは事実を書き残したんですね。そしてこの中には、奇妙な老人が書かれています。え、いわゆるまあ、受胎告知の時の一番左が受胎告知ですね。そして、まあ、さ、右の方が、処刑後の、あの、 老人ですとになりますね。そして同じように書いてあるってことはですね、全然年を取ってないんですね。この老人だけは奇妙なことに。ね。33年から4年の間があると思われるんですけども、れれ全然年を取ってないっことになるわけです。みんがたべんしの書いた老人です。もう一度しっかりとご覧ください。この首の下の三角形の大きなくぼみ、そして頭のコンセプト。それからこのお腹のへこんだ様子、足のか傾けてる様子。そしてこの手の,手の位置がややずれてますけども、足もね、ややずれてますけども、まあこういう形で。 であしかし、同じだということは皆さん見て、一、まあ、目してお分かりになると思いますし、これらの顔は、まあ比,較すまあ、比較しましたけども、まあ、比較するまでもなく同じ人物だということが分かります。では結論ということになります。いよいよ皆さんにイエスの真の顔をお見せいたします。 まあ、お分かりかと思いますけども、これがまあ、数直線で並べていますね。で、もう一度この数直線で見て、そして一番左が、まあキ、イエス・キレスが生まれた前後、中央が1000年、そして2000年と現在と続いているわけです。そしてこの、まあ、例年にのも、をモデルにしてですね、シヌレティがこうした絵を残しています。ああ、時代告知、そして幼児のイエス、イエスの幼児期、そして、初見後ですね。そして、えー、4世紀前後に、戦、え、闘、ー、ジョロームが生まれあー、生まれますね。生まれたるか活躍します。 ですね。聖人中の聖人で。す。そしてそのことをダヴィンチとシノレディが表現しました。そしてダヴィンチは、セント・ジェロームをですね、自分だよってことを示しました。同時に、ルナ・シノレディはこういう形ですね。左の上の絵の形で、主役は老人の方なんだよってことを示しました。まあ こうして、話を、ま、あの、つなげてみますと、イエスは、30歳以前のね、イエスは全く不明ですからね。それもそのらず、30歳以前のイエスの物語とは全部作り話ですからね。イエスは誕生なんかしてませんのでね。要するに、こういう形で、まあ、死、え、のー、レディは、主役はこの老人の方だった。すなわち、老人の方こそが真の主役、イエスだったということを示したわけです、ね。で、そのことをダヴィンチがですね、えー ルネスさんキに、セントジェロームを、ジェロームを書き、それは私だったんだよ。そして、その老人というのは私のことなんだよ。すなわち、私が、イエス・キリストなんだよということを、ま、示したということになります。すなわち、もう、どれが、皆さん、イエスの真の姿かは、もう、お分かりですね。この、ま、年表をしっかりとご覧になってください。右のダヴィンチ、右上のダヴィンチ、そして左、下のセント、 ジェロームですねそれからシシシのレイティ皆さん、これが真のイエスの顔ということになります。今から2000年前も、そして1500年前も、そして500年前も、この顔の神でした。そしてイエスは人間ではありませんでした。ということで今日のビデオ終わります。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!